おはようございます。今日はですね、ちょっと不思議なニュースを見つけたので、それをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらのページなんですけれども、 iPod 発売から20周年記念で iPod Max が発売、クリックホイールを搭載というニュースです。なんとですね、2021年現在がですね、 iPod 初代の iPod 発売から20周年ということなんですね。2001年に発売ですから、確か20周年なんですけれども、現在唯一発売されている iPod っていうのは第7世代 iPod Touch なんですね。もうこちらも iPhone みたいなルックスでクリックホイールはないんですけれども、今回このクリックホイールを搭載したクラシックデザインの新たな iPod のコンセプト画像を米メディア 925Mac が公開しました。まあ、このルックスも若い人は知らないんじゃないかなっていう感じもするんですけれども、懐かしいデザインになってます。でこの問題の前にですね、 AirPods Max っていうですね、大きいヘッドホンが出てるんですけれども、こちらですね、 Apple Music のロスレスオーディオを再生することは不可能だったんですけれども、なんと AirPods Max 2では有線接続で、なんと 48kHz 24bit のロスレス音源の再生を問題なく行うことができますとあります。まあこれは分かりきってることですよね。まあ皆さんご存知だと思いますけど、 Bluetooth で接続した時点で音質は期待できませんので、いい音で聞きたいと言ったら有線のヘッドホンを使うのが一番です。まあその中で AirPods Max 2と iPod Max が答えなのかというふうな見出しになってますけれども、この iPod Max はオーディオ関係アプリに特化したデバイスとなっており、 iOS の一種を搭載し、3インチのレティーナディスプレイを備えていますとあります。主な仕様は下記の通りとなっております。3インチレティーナディスプレイ、 Apple S6 プロセッサーと W3 チップ、 AirPlay 3 プラス Bluetooth、 iPhone とのペアリング、 512GB のストレージとなっていますね。これはどうなんでしょうね。このクリックホイールのセンターの部分が指紋認証になっている可能性もありますよね。まあ、これどうなんでしょうね。なんともコメントしづらいんですけれども、懐かしいですね、いいですねっていうには、ちょっと値段を見ていただきたいんですけれども、$649となっています。いや、高くないですか ?iPhone 買った方が良くないですか?アニバーサリーアイテムとはいえ、ちょっとですね、よくわからないというのが正直な感想なんですけれども、懐かしいというか、刺さる方には刺さるんじゃないかなという感じもしますが、いかんせん、いやー、コメントが出てこないですね。まあ、それでも発売したら気になるは気になるので、一回触ってみたいとは思います。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。